どうも皆さんこんにちは、こんばんは、よしみつです。フォールアウト4続きをプレイしていきたいと思います。お、さて、前回の続きからなんですが、責任者としてね、インシチュートの会合の方に、参加しろってことなんだね。肉詰めが OK。 さて、ほんじゃ行きますかね。じゃあ、会議に参加するので、清掃にしてね、行こうかな。シュラウドの服装で。さてさて、シュラードの服装になっていますが、サングラス今回なしでいこうかな。最近もずっとなんかね、顔隠してるから。え、以前の仕事は人造人間のプロジェクト専門だったけれど、最近はあまり活発でない仕事の方が好み。あら、そんな意欲がなくなっているの？さてさて、聞くところによると、あのリベルタリアの不良人造人間はかなり危険な案件だ。会議に参加しないとダメなんですが、本来の場所に戻ってくれようか。食料を人質にするとは、こんなことがうまくいくと思っているなら。えっさ、えっさ、この上だな。えっさ、えっさ、ここですね。あれ、え、さらに上、ここだ。どうもー。いい所長になると確信してる。まず歓迎のご挨拶をさせてください。みんな一緒にお仕事ができるのを楽しみにしております。それはどうも。よいしょ。調子に乗るな。どんな仕事？仕事というと具体的に何をするんだ？そうですね、通常理事会はさまざまな部門の研究の方向性を見直したり承認したりするのが仕事ですが、今日ここに集まったのは他の理由からです。今ここに集まったのは、いよいよ自分たちのために立ち上がる決意をすべき時が来たからの他ならない。大げさな言い方はやめましょうよ、ジャスティン。何も大げさではない。我々は抵抗し、権利を主張できる立場にいるんだ。それをずっと話し合ってきただろう。事情をご説明しましょう。見ての通り、連邦にはインスティチュートが目指すものに反対する立場を取る集団がいます。原子炉が稼働した今、我々は人造人間の生産を拡大するのみならず、一層大々的に権力を誇示することも可能になりました。戦争を仕掛ける。何が目的だ？この話はどこに行き着くんだ？インスティチュートの目指すものは。それはですね、理事会はこちらの長期的な安全を確保するため行動を起こす必要があるということで意見が一致しました。はっきり言ってしまいましょう、理事会はレールロードと BOS は排除する必要があるということで意見が一致しました。あなたには次期責任者としてこの結論を聞いていただき、お考えを伺う必要があると感じたのです。どういう立場を取られますか？様子を見るべきでは、対立は避けるべき。思いっきり打ちのそう。よし、行こう。賛成だ。向こうこちらの私に立場で反対する暇もないうちに思いっきり打ちのめそう。その言葉が聞きたかった。この目標を果たすため、どこに焦点を絞って力を注ぐかは責任者のあなたの判断です。我々はどの方向に向かうかについて助言をいただきたいのです。
人造人間の生産量を増やしますか、それとも武器の開発に重点を置きますか。マジそちらで決めてくれ。結果は人造人間の生産量か武器の開発。人造人間の生産量。人造人間はインスティチュートの最大の強みだ。数が増えるほど優位に立てるだろう。ごもっともです。必要な処置が行われるようにいたします。貴重なお時間をありがとうございました。いえいえ、今回は以上です。ファーザーが会議が終わり次第お話をされたいと願っておられるはずです。慌てている仕事は良くても雑で悪いと致命傷になる。皆さんご苦労様。おかげで本当の発展が遂げられるよ。いえいえ、あなたに会えてどれだけ光栄か。でも本格的にあれかな、ロードレールと BOS を打ち砕きに行く形になるかもしれないな。バイオサイエンスの状況はひどいよ。解決してくれるように願って。顔には出さないかもしれないけど。あれ、ああまだあんな遠いとこに行かないとダメなのか。まあ武器の開発はまあ別にもうすでにこのザ・ラストミニッツがあれば。あ、こっち来てるし。どうも。ああ揃っているな。理事会に出てきたのか。はっきりと意思表示されただろう。彼らにとってあからさまな敵対行為に加わるというのは苦渋の決断だった。そっちはどうだ。彼らの決断に賛成か。正しい行いだ。インスティチュートの安全を確保するにはそれしかない。ならばそれは正しい行いだ。賛成してくれてよかった。この先の道は何一つ容易ではないだろう。その確信が苦難を乗り越える助けになるかもしれない。父さん、あなたが当初インスティチュートにたどり着くためにレールロードと活動を共にしていたことは誰もが知っている。あなたと彼らとの関わりの深さは繰り返し疑問視された。誰によってかは見当がつくはずだ。問題は現在彼らに対してどういう立場を取っているのかということだ。味方だと考えているのか。はあ、まあ基本的にレールロードはね、まあどうなんだろうね。味方なのかな。味方ではないんじゃない。味方か。彼らも味方だ。彼らも味方だ。正直に言ってくれたことは感謝する。詳細は聞かない。知りたくもないからな。だが、あ、ちょっと怒ってる。イデオロギーを持つ彼らはインスティチュートを支持する全てのものを傷つけようとするだろう。それはあなたにも理解できるはず。まあね、彼らの決心は固い。彼らの決意は固いし立ち止まることもない。人造人間の解放のためならここを丸ごと焼き払うことも辞さないはずだ。分かっている。遥かに長い間連中に対処してきたのだからな。当然ながらもう彼らと活動を共にできないということは理解できるな。彼らに終止符を打つ時が来たということも、我々と我々の未来のためにだ。残念だがこれは命令だ。レールロードの指導部は抹殺する必要がある。それが済んだら報告してほしい。イエーです。あのおばちゃんを殺さないとダメになったな。仕方ないな。行くか。一瞬で終わらせてやるぜ。ちょっと待てよ。今思ったらさ、レールロードのさ、なんて言うんだろう。ロボット的なやつがいたよね。クイックセーブして死ねえ。何が起こったの。あれはなんだ。
何かいるぞ。あ、まだ殺さないとダメなやついっぱいいるな。多分おしまいよ。ちょっと待って、来た。いてててて、一発に死ね。やべ、なんか持ってる。くぅ、貴様なんて一発ずつで仕留めてやるわ。あん、そこ。プレゼントナイス。なんでもや、トム、ごめん。さて、グレネードだ。ミニガン拾ってるぞこの人。手を染めている。うわ、やば。おお、システムがロックされました。オペレーション D パーティーの統計モデルを作成しています。この人は味方にならないらしい。クリアか。おい、話してくれ。勝手にミニガンを持ち出すんじゃないよ、まったく。あれはいただいていこう。はあ、まあそんな強くなかったね。このレールロードは終わりだ。持っていけるもんを持っていこう。ヘッドギア、なんでもや、トムのヘッドギアが。弾と、どんどんやないかい。いただいていく。荷物がいっぱいだが、まあスキルがあるんでね、どうということはないですよ。そんなもんか。そんなもんだな。よし、ちょっとやばいのが、これよろしくないね。レッドロケットストップスに何かがリーダー、あーてかあれか、あいつだ。あいつ殺さないとダメなのか。さあ、完全に BOS とも、レールロードとも敵対関係になったところなんですが、まあ、クエストはね、もうできなくなってしまうみたいなのでね。ぜひ、レールロードと BOS のクエストが気になる方は、ぜひ、そっちの方を、勢力に味方してね。でも、レールロードでインシチュート敵対になったりするので、スワンディコン、死んでくれ。
ディーコンが死んでしまった。でその前ちょっと荷物をね、写す。結構ね入ってるんですけどね、これとクリームスーツと、あ、やばいやばいやばい、イカも預けてしまった。あー、何か預けちゃったぞ。これいらない、いらない。頭装備扱っちゃったな。頭装備どれ、これじゃないの、どれだ、荷物が多すぎるね。あ、これだ。よし、行くか。よし、レールロードの司令部を粉砕したぞ。言うて粉砕したところでさ、レールロード収まらないでしょ、活動的なあれは。ただいま。イタリアのレーダーたちは相当厄介な連中だったよ、ね。まあぼちぼちな。さて。ここで大きなことを成し遂げてくれるだろう。ファザー。それで仕事は片付いたのか。片付きました。ひどくなことをした。辛い仕事になりそうだと分かっていたのだが、きつかった。ああ、きつかった。本当に他の道は選べなかったのだ。彼らの強心ぶりがそれを許さなかった。分かりきっていることだが、インスティチュートが直面する脅威があと一つだけ残っている。脅威？何のことだ、最後の脅威とは。やれやれ、それほど分かりきったことでもなかったか。 BOS はテクノロジーをやたらと欲しがっている。そして我々と平和的に共存できないことを明確にしている。いずれは我々に襲いかかり、長い年月を費やして作り上げたものを奪おうとするだろう。こちらが滅ぼされる前に彼らを滅ぼさねばならない。うん、滅ぼす？具体的にはどういう意味だ。連邦にいるすべての BOS の軍隊を全滅させるという意味だ。だが BOS の難しさは、彼らが連邦の中だけにいるわけではないということだ。ここで彼らを潰すだけでは十分ではない。世界中には彼らの仲間がまだまだいる。その連中もこちらに襲いかかってくるだろう。うん、計画は？そうなった場合の対策は考えてるのか？そういう事態が最初から発生しないようにしたいのだ。こちらに干渉すれば、彼らが非常に価値を感じているテクノロジーそのものが彼らの敵になるということを彼らに見せる。こっちはどこでも好きな場所に一瞬で姿を現すことができ、彼らには阻止しようがないということを教えるのだ。彼らももう一度我々に干渉しようとは思わなくなるはず。ああ、なるほど。攻撃するのか。とにかく彼らに攻撃を仕掛けるんだな。さすがにもう少し複雑な計画がある。ドクター・ワトソンが彼の研究室で待っているはずだ。詳細は彼が説明してくれるだろう。時間が一番大切だ。さあ、ついに BOS だを。って言うてもね、あのね、時間外でね、攻撃されたからね、なんて言うんだろう。あのね、もうね、司令官的なやつは殺してるんですよね。よいしょ。よいしょ。あ、ちょっと。
よし、ちょっとね、BOS と戦うんであればね、服装を変えて、ああ、でも、人間からのダメージ 15% 軽減だから、まあ、これ、このままでいっか。相手は人間だ。一応、シュラルド大先生のこの服装があれば。危険な化学物質の流出が発生した場合、すぐに施設部門に報告してください。はーい。道がね、お？ワトソン、こっちか。あの不良人造人間をよく連れ戻してくれたね。アドバンスシステム。お、いたいた。どうも。工場電力は能率と生産性の向上に転換されるべきか。ドクター・ワトソン。ドクター・ワトソン。なものでも。ショーン。ショーンが時間だと。そうか。ついに来たようだな。すぐ行った方が良さそうだな。行こう、ロザリンド。ショーンが時間だと。今。まだロボット工学部門から送られてきたコードの修正中なのに、アルゴリズムがめちゃくちゃでピーク効率に近づいてすらいないわ。分かってるさ。でもこの件は素早く動かなきゃ。現場の作業のほとんどはドクター・オーマンがやってくれたから、基本的な部分は彼女が説明する。いいわ、ありがとう。これって本当に興奮する？それとも私だけ？ BOS の主な活動場所は空港だってことは知ってるでしょ？ああ、知ってるよ。承知している。よかったわ。彼らの知能がもう少し低ければこんな話をすることもなかった。単に人造人間を使って彼らを包囲すれば済んだのに。でも彼らはバカじゃない。バリアを生成してこちらが転送装置経由で潜入するのを防ぐことに成功してるわ。人造人間を使う。人造人間を使うのが一番だな。問題はあの場所までどうやって彼らを、さらにはあなたを移動させるかね。だから彼らの野営地に隣接したエリアは立ち入りができない。ただ空港全体が保護されてるわけじゃないの。私たちがあなたを空港の端のある地点に転送し、そこからあなたが侵入して生成器を破壊することはできるわ。なるほど。サプライズがある。ともあれサプライズの要素はあるわけだ。その通りよ。不意をつくことができれば、奴らが本格的な守りを固める前にいくらか時間の余裕ができるはずよ。生成器が一つ破壊されるごとに、こっちは人造人間を送り込み、さらにそちらに有利な状況を作れるってことだから。なるほど。あ、忘れるところだった。これを持って行って。追加の弾薬？ありがとう。ありがとう。グレネードか？確かにいつも見つかる道がある。違う違う。グレネードじゃないわ。これはまだいい名前が思い浮かばないけど、要するにビーコンマーカーを設置してくれるものよ。どこであり着地すればこっちはその信号を追尾し、その場所に直接人造人間を送り込める。危ない場所があればそこに直接人造人間を数が少ないから有効に使って、ワンに投げ込んだりしないようにね。あー、感謝した。それはいい。感心したでしょ。いえ、ありがとう。それがいいと思って。でもとにかく助けになれたなら、あなたの本当の仕事はリバティプライムにたどり着くことよ。それが何なのかは知ってるでしょ。リバティプライム。リバティプライムってなんだ。エヴァンが説明してくれるわ。なんじゃそれ。いいとも。リバティプライムは戦前に軍が行った実験だ。 BOS がキャピタルウェイストランドに移住した時に発見した。彼らは一度もそれを稼働させることができなかった。ドクター・リーの協力を得るまではね。気づかなかった。彼女にそこまでの影響力があったとはな。あれを自分たちの元へ持ち帰れただけでも彼らにとっては成功だった。察しはつくだろうが、その彼らが次はそれを使おうと考えた。現在ドクター・リーはリバティプライムの全てにアクセスできる状態にある。言葉通り全てだ。全部メモしてあるわけじゃないが十分だよ。
こっちはそいつに何ができるかも、それをどう利用したらいいかも分かってる。私たちは自分たちの知識を全てまとめ、過去10年に彼らがリバティプライムに何をしたか、私たちなりの推測に基づきいくつか修正を加えた。そしてこの部分は私の考えだけど、リバティプライムの中に直接ウイルスを持ち込めるよう改造した人造人間に全てをアップロードしたの。この子は無防備で攻撃を受けやすい状態になるから、やられないようにちゃんと見ててね。いい？プライムを味方にする。プライムを味方につければものすごく優位になる。プライムは歩き回ることもないし命令も受け付けないけど、武器と照準システムはオーバーライドされるわ。そして彼は間違いなく彼らの航空機を連邦における最初の共産主義者の標的とみなす。だからそっちの最終目標は突き詰めればとても単純よ。ロボットにたどり着き、人造人間が仕事をする間そのポジションを守る。ああ、それと全てが爆発する前にそこから救出するから心配しないでね。何か質問があるなら今がふさわしいタイミングだ。特に支援は、こちらが得られる支援は、稼働した原子炉のおかげで電磁界が消えれば全ての戦力を彼らにぶつけられる。そして必ずそうするから信じていいよ。何か質問があるなら、じゃあ行きますか。はい、始めよう。分かった、幸運を祈る。もう戦争してるなこいつら。時間の方がね、ぼちぼち良くなってきたので、本日はここまで。インスティュートビーコンが3つ追加されました。3つだけか。もっと欲しいんだけどな。どれだ？あ、これだ、インスティュートビーコン。違う、装備しておいて、では、次回もお楽しみに。次回は BOS と対決です。ではまたね。まあ分からないね。